ットトーンのサンダーベースはアンペグ SVT のサウンドを狙ったプリアンプと 5W のクラス AB 回路によって、この大きさからは信じられないほどパワフルでダイナミックレンジの広いベースサウンドを提供します。サウンドのバリエーションも幅広くて、例えばこんなセッティングにしてみると、クリーン系のナチュラルサウンド、少しつまみを、ゲインを上げます。すると70年代っぽいブリブリのベースサウンド、さらに歪ませれば、こんな感じのダーティーな音にすることもできます。サンダーベースにはエフェクトループも備わっているので、普段使っているエフェクターを組み合わせることも可能です。例えば同じくホットトーンのリバーブを今日は組み込んでみました。サンダーベースは普段の練習やレコーディングでも活躍します。ヘッドホン出力からの音がすごくベースらしい音がするので、普段自分がどんな音を出して演奏しているかを聞きながら練習することができます。またヘッドホン端子はライン出力にも使えるので、オーディオインターフェースを使ってレコーディングをする際にも活躍します。ライン取りの音はこんな感じです。キャビネットで鳴らせたい場合には、このナノレガシーキャビネットを使うといいでしょう。これでコンパクトなベースアンプの完成です。最後はオグジュアリー入力です。オグジュアリー入力は、お手持ちの音楽プレイヤーやシーケンサーなどを接続して、曲やマイナス1に合わせて練習する場合に便利です。小さなボディにたくさんの機能が詰まったサンダーベース、実際に使ってみてベーシストにとって本当に使えるギアだと思います。小さなサンダーベースがベーシストの大きなわがままを叶えてくれると思います。